皆さんこんにちは。今回は、無用、未脱獄、PC 不要、で、画面録画アプリをインストールする方法を教えたいと思います。まず、日付は2013年7月よりも昔にしてください。でないと、アプリがインストールできません。インストールした後は、元に戻しても大丈夫なので、心配しないでください。アプリ名は、レコーダーマイスクリーン、です。URL は、YouTube の説明欄に貼っておくので、見てください。URL をタップすると、このような画面が出てきます。アイコンは真ん中にあるやつです。このような画面があるので、そこをタップします。いろんなアプリ名が出てきます。下の方に、レコーダーマイスクリーン、という風に書かれているので、それをタップ。インストールを押せば OK です。端末を再起動したとき、電源オフにしたとき、なぜかアプリが起動しなくなったときは、また日付を昔にすれば治ります。ご視聴、ありがとうございました。